イアサントリゴーはフランスの画家、ペルピニャンでカタルーニャ人ヤシントリガウとして誕生した。彼が生まれてすぐ後の1659年11月7日にピレネー条約でペルピニャンがフランス王国領となったため国籍上はフランス市民となった。1682年ローマ賞を受賞した。リゴーはルイ14世時代の最も重要な肖像画家となった。 印象的なポーズのための素質と、王家の講演者、大使たち、貴族、財務官などの顧客の好みを正確に提示できる才能を持っていた。リゴーの作品は、絵の主人公の衣装と背景の細部に至るまで、非常に正確に似せており、同時代の服飾の流行を細微にわたって記録したと、みなされている。リゴーの最も有名な作品は、1701年に描かれた、 ルイ14世像で、現在ベルサイユ宮殿にある、ルイ14世像も同様である。1709年、彼は、国境ペルピニャンの貴族となった。1727年には、サンミシェル騎士団の団員となっている。CATALOGNENORD.com カタランアートザアーティスツペインティング。2007年6月15日閲覧。 catalognenord.com カタランアートアーティトストペインティング2007年6月15日閲覧 http コロンスラッシュスラッシュ www.chateauversailles.fr スラッシュ en スラッシュンシェフティーブル 35php 中,中野京子 中野京子と読み解く名画の謎対決編、文芸春秋、2016年110ページ、ISBN 978から4から16から39308から8、ありがとうございます。